はい、今回はですね、やりすぎ都市伝説、関明夫に関する、ちょっと気になる噂について、ちょっと調べてお話ししていきたいと思います。よかったら最後まで聞いていただければと思います。あとですね、気になった方、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。まあ、リスナー様も、まあ、結構、まあ、関心を持ってらっしゃる方が多い、この関明夫っていう方ですね、僕は結構好きなんですよ。でちょっと今回別のことを調べていたら、この関明夫さんに関して、ちょっとよからぬ、まあ、噂が出ていたんで、まあ、そのことをちょっと検証していこうかなとかって思います。うん、別に悪く言うとかそういう話じゃないんですが、まあ、ちょっとね、これだいぶよからぬ話かなっていうことなんですよね。まあ、信じるか信じないかはあなた次第ですっていうことで、まあ、ご判断はお任せいたしますので、まあ一つの、まあ、考えの参考にしていただければ、と思います。僕がちょっと別のことを調べていたときに、ちょっとふと気づいた件なんで、そのことをちょっとお話ししていきます。まあ、関明夫っていうのはね、まあ、イルミナティに、マイクロチップを、まあ、埋め込まれているっていう、まあ、ことが、まあ、言われていますね。うん、だもう、関明夫っていうのは、まあ、イルミナティのね、まあ、全世界監視システム、あとはですね、まあ、人類削減計画っていうのを知ってるんじゃないかっていう疑惑が出たりとか、あとはですね、一部の人の間では、まあ、イルミナティの、まあ、工作活動員、まあ、工作活動してるんじゃないかっていうことが、まあ、言われている。まあ、確かに、まあ、そう言われればそうだよなっていう、思うところもあるんですが、こういうことを言われていて、まあ、ちょっと、まあ、どうかなっていうところなんで、まあ、リスナー様も、まあまあ、これはどう思われるかなっていう、ちょっとそういう、まあ、僕からの、まあ、問いって言ったら失礼ですが、思うことをお話しさせていただきたいと思います。関明夫の都市伝説の話には本当と嘘が巧妙に、まあ、混じってるんではないかっていう話、僕は個人的にですけど、まあ、そんないつも見るわけじゃないですけど、関明夫の都市伝説って面白いなとかって思ってたんですよ、普通に。うん、で、まあ、まあ、こういうの見るときは別にいちいちね、そんな、裏がとかって思わないんですが、まあ、ただね、ちょっと別のやつを、調べてたときにちょっと思ったんですけど、まあ、いつもお話ししてるように、まあ、日本のテレビっていうのは、まあ、アメリカ CIA が、まあ、コントロールしてるわけですよ。まあ、不都合な情報は出さないっていうことなんですが、まあ、それはそれでわかるんですけど、で、この関明夫の都市伝説っていうのは結構、まあ、話は僕は本当かなと思って、まあ、厳密に言えば本当のことが多いかなっていうようなことかなって思うんですよ。ただ、一つ問題があって、まあ、この関明夫が話す都市伝説っていうのは本当のところが多いんですが、全部が本当ではないと、一部肝心なところに嘘が混じってるんじゃないかっていう、まあ、そういったもの、あとはですね、やっぱ関心の、核心の部分ですね、関心ではなくすいません、まあ、核心部分、コア部分に関しては、まあ、ちょっとまあ、ぼやかしてるのかなっていうのは思うんですよね。うん、で、まあまあ、これっていうのは他の人が言ってて、まあ、まあ確かにそうかなとかって僕も思うんですけど、関明夫のまあ狙いっていうのは、多くの人がマイクロチップを、まあ埋め込む、ようなことをそれとなく、まあ誘導してるんじゃ、ないのかっていう、そういうことが言われていて、まあそう言われてみればまあそうかなとかって思ったりもしますけどね。まあイルミナティの狙いっていうのは、まあこのマイクロチップのまあ埋め込みっていうことなんで、ここに関明夫がまあ一つ役を買ってると、一役買ってる、うん、まあイルミナティの、まあ、狙いがですね、このマイクロチップを、まあ、埋め込んだ、まあ、世界統一政府ニューワールドオーダーとかっていう、そういう話、そこに関明夫が、まあ、先導してるんじゃないかっていう話なんですけど、まあまあまあ、ちょっと確かに言われてみれば考えられる話だなとかっていうのも思うんですよね。関明夫は、まあ、イルミナティと、まあ、関係があって、まあ、そのね、下部組織であるアメリカ CIA が、まあ、何かしらしてるっていう話なんですが、ここからがですね、だいぶ、結構やばい話なんですよ。これをちょっと別の時に見つけたんで、それをちょっと、お話していきたいと思います。リスナー様にね、まあ、他のコンテンツでもお話して、アメリカ CIA っていうのなんですが、これアメリカ CIA ってものすごく恐怖なんですよ。恐怖っていうか脅威なんですよ。怖いっていうことです。アメリカ CIA がですね、過去にしていたっていう、まあ、MK ウルトラ計画っていうものがあるんで、ちょっとこのことについて、お話ししていきます。これっていうのが、まあ、関係あるんですよね。今回の話に、まあ、関係あるっていうことで、それをお話ししていきます。まずですね、まあ、なんていうのかな、まあ、そのさっきお話したように、日本とアメリカのパワーバランスを考えると、まあ、日本がアメリカに戦争で負けて以来、まあ、日本は、アメリカの属国になっています。完全支配下にありますので、日本のテレビ局、マスコミっていうのは完全にアメリカ CIA に、まあ、牛耳られている、っていうことなんですが、なんとね、まあ、
時期とかの問題、時期時代とかの問題とかではないんですが、アメリカ CIA っていうのがやっている一つすごくやばいっていうか、衝撃な、まあ、研究があるんですが、それがね、この MK ウルトラ計画っていうことなんですよ。で、MK ウルトラ計画っていうのはマインドコントロールって言ってね、をするっていう、しかもそのウルトラ計画って言ってるぐらいなんで、まあ一体どういうことをするのかっていう話なんですが、第二次、まあ世界大戦の後に、アメリカ CIA がですね、まあ行っていた、まあ洗脳実験、まあ人体実験っていうことなんですよ。で、この、まあ洗脳実験、人体実験を行っていたのが、ダビストック研究所っていうことが分かっていて、ここでですね、人間に丸ごと投与したりして、人間というのはそうすると精神がどういうふうになっていくのかというのを、まあ、調べていたと、そういうことが分かっています。そういう研究をしていたということが分かっています。で、このダビストック研究所というのがですね、ロックフェラーが、まあ、出資しているということなんで、イルミナティの関与がここからも考えられます。イルミナティの下にアメリカ CIA がいるということなんですね。で、気になるのがね、この MK ウルトラ計画っていうものに関して、このアメリカ CIA の長官、リチャード・ヘルムズっていう人がですね、もう資料を処分したっていうことで、この MK ウルトラ計画っていうのはその後どうなったのかっていうのが全くわからないんですが、おそらく一部の人たちの間ではまだこの MK ウルトラ計画っていうのは、研究が続けられてるんじゃないかっていうことも言われていてね、人間の完全な洗脳に成功した、人間を完全に洗脳することができるようになったんじゃないかっていうことが言われてるんですよ。人間を完全に洗脳するってかなり怖いですね、この MK ウルトラ計画ってことで。まあ、MK ウルトラ計画にかかるとね、人間がそれまで持っていた記憶をですね、丸物、電気ショック、催眠ということで使って、記憶をすべて消して新しい記憶に書き換えられるということが分かっているっていうことです。そして、なんでこの MK ウルトラ計画をこんなところで話しているのかっていうと、関明夫がなんとこの MK ウルトラ計画の、まあ、関与っていうか、まあ、もっと言えば、まあ、関明夫はこの MK ウルトラ計画っていう人体実験をこれされてるんじゃないかっていう、そういった、まあ、情報があって、マジかよとかって思ったんですけど、これ多分マジですね。マジなんじゃないかって、僕は思う。結構ね、あ、これ怖えなとかっていう話なんですが、関明夫が、まあ、出ていたね、まあ、その都市伝説の一部で、まあ、動きがね、この MK ウルトラ計画の、人体実験をした人の動きと酷似している、非常に似通ってるっていうことですね。手の動きが非常に似通ってる、あるいはですね、話し方も非常に似通ってる。で、この MK ウルトラ計画っていうのは、人間を洗脳すると感情までコントロールできるっていうことが、まあ、言われてるんですよ。で、まあ、リスナー様、ここまでの話で普通にというか、こう思われるかもしれません。関明夫、そんなね、MK ウルトラ計画に洗脳されて人体実験されるんだったら、まあ、やめればいいじゃん、逃げればいいじゃんっていうことになるかもしれないんですけど、ここで一つ問題が出てくるんですよね。もしも関明夫が MK ウルトラ計画で洗脳されていて嫌がった場合はどうなるのかっていうことを考えてみるんですが、関明夫の体にはマイクロチップが埋め込まれていますので、こういった話がね、本当にあるんじゃないかっていう、すごく怖い話ですが、アメリカ CIA の遠くからの電磁波攻撃を食らったりとか、アメリカ CIA が遠くから脳内に恐怖の映像を送り込んだりするっていうことが、まあ、できるということが言われています。もちろん、真相は分かりません。この、アメリカ CIA っていうのはよくこの電磁波攻撃をできるとかっていうことがよく言われるんですが、僕も、ね、何回かこれ見たことあるんですが、もちろん真相っていうのは分かりません。で、今回に関しては脳内にね、恐怖映像を送られるってだいぶ怖いなっていう話ですよね。で、関明夫はこの MK ウルトラ計画の人体実験にされた、まあ、恐れがあるので、話している最中に急に泣き出したりとか、そういう場面があったんですが、これがこの MK ウルトラ計画の、まあ、人体実験の、まあ、一つの結果なんじゃないかっていうことを思います。僕は関明夫っていう人好きなんでね、この話結構、だいぶなんか悲しいし、ビビりますよね。まあ、結構衝撃的な話なんですけど、で、まあ、そのね、まあ、僕の好き嫌いっていうのは、まあ、リスナー様があんまりちょっと関心がないかもしれないんで、それちょっと控えますけど、おそらく考えられるものっていうのは、まあ、関明夫ってまあ人気がありますよね。裏側でアメリカ CIA が操ってる、関明夫を操り人形にしてるんじゃないかっていう、そういう疑惑が出ますね。アメリカ CIA が裏でコントロールして、まあ、関明夫に出したい情報を、まあ、出させる、話させる、で、人気者だからテレビでいろんなことを語らせる、そういうようなことで、まあ、最終的には、着地点は関明夫に、まあ、みんなマイクロチップを体に入れるんでいいんじゃないのっていう、そういうことを、思ってんのかなっていうことを僕は思いました。
あとですね、全然関係ないんですけど、ちょっとなんか、一つ嫌だなって思ったことがあって、まあ、これはまあ別に、まあ、リスナー様が、関心を持たれる、話かなとは思うんですけど、まあ、僕はこの話でね、かなりのショックを受けたんですが、やりすぎ都市伝説のスポンサーに創価学会がいたって話ですね。まあまあまあ、分かってますけど、この創価学会っていうのはテレビのスポンサーに入ってるってことね、やりすぎ都市伝説のスポンサーが創価学会って話を聞いて、ちょっとなんか悲しかったですよね。まあ、分かってますけど、この創価学会っていう宗教が、テレビマスコミのスポンサーに入ってるっていうことで、やりすぎ都市伝説にも入ってたのかって、そういうふうにの知ると、なんか単純にこうやりすぎ都市伝説を楽しめなくなるっていう、まあね、まあ、そういうようなことをちょっと思ったかなっていうことで、まあ、そんな感じで、まあ、今回の話、信じるか信じないかはあなた次第ですっていうことで、まあ、今回はここで終わらせていただきたいと思います。関明夫っていうのはね、この、まあ、洗脳されてる恐れがあるっていう話ですよね。まあ、別にいいとか悪いとかそういう話ではなく、マイクロチップも埋め込まれてるし、アメリカ CIA のこの MK ウルトラ計画に、やられてる可能性が、あるのではないかということで、今回のコンテンツここで終わらせていただきたいと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。気になった方チャンネル登録よろしくお願いいたします。